こんにちは、マーミンです。今回はですね、千葉県流山市にある今千葉県内で最も注目されていると言っても過言ではない淡麗系のお店に行ってみたいと思います。初石駅、初めて来ました。今回お伺いするのは、駅から歩いて4分くらいのところにあるザ・ヌードル&サルーンキリアさんです。この日は空がとっても綺麗で、ルンルン気分でお店に向かいました。目的地に到着のはずが、和菓子屋さん？実はこちらのお店、開業当時資金が足りなくてテントを変えられなかったそうです。あまりのミスマッチさに話題となってしまい、店主さん自身も昔から馴染みのある和菓子屋さんとのことで、現在もそのままで営業されているそうです。店内へ入ると外観とのギャップにびっくりしました。とても可愛らしくておしゃれなお店です。席はテーブル席が2つとカウンター席が3席ありました。なんとこちら全て DIY で作られているそうです。メニューは切りそばの塩と流山本みりん醤油、煮干しそばなど気になるメニューがたくさんありました。あえ玉やトッピング、ご飯物も種類が豊富です。今回私は切りそばの塩とあえ玉のいしるを注文してみました。ありがとうございます、はい、美味しそう。はい、こちらが切りそばの塩です。綺麗なビジュアル、とってもいい香りがします。いただきます。スープは鳥取県の銘柄鶏、大仙鶏の柄に丸鶏と豚骨を加えた動物系、そこに魚介系の和風だしを合わせたものだそうです。うん、まい。優しい口当たりですが、程よい塩加減で具材の旨味と味の深みがしっかりとあります。焦がしネギの香りもいいアクセントになっていて、とっても美味しいです。麺は北海道小麦を使用した自家製麺です。滑らかでツルツルっとすすれます。しっかりとしたコシがあって、これもまたとっても美味しいです。こちらはローストポークです。見た目よりも弾力がしっかりとあります。噛めば噛むほどお肉の旨味がにじみ出てきます。もう一つはチャーシューです。柔らかくってホロホロでとろけちゃいました。こちらは穂先メンマです。歯触りがよくってとっても柔らかいです。これはもう確実にうまーみん。はい、汁でーす。よく混ぜてから召し上がりください。はい、こちらはあえ玉のいしるです。いしるとは魚を使った醤油のことで、キリアさんではイカの魚醤を使用されているそうです。めちゃくちゃいい香りがします。
麺全体に味が行き渡るようによく混ぜていきます。あえ玉の麺はラーメンとは別のものを使用されていました。そういったこだわりが人気店の秘訣なんだなと思いました。これもめちゃくちゃ美味しい。何これってくらい美味しくって、もう幸せな気持ちになりました。もっと独特のえぐみや臭みがあるのかなと思っていたんですけど、全然食べやすくってびっくりしました。これは確実にまた食べに来なきゃなと思いました。あっという間にスープも飲み干してしまいました。はい、ごちそうさまでした。キリアさんのラーメンとっても美味しかったです。皆さんもぜひお店に来てみてください。待ちしております。はい、今日も最後